はいどうも皆さんこんばんは。 BCSL 割り出し部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤッチョです。こんばんは。というところで8月26日金曜日、本日ですねサミーラが、使えるようになりましたというところで簡単に説明していきたいと思います。詳しい動画に関してはまた上げようと思いますので、本当にざっくり説明していきたいと思います。でサミーラなんですけれども、まあサミーラとはどんなキャラやって言ったら、まあカタリナみたいなやつなんですね。 AD 版の物理攻撃力を持ったさも、カタリナですっていうのが、結構通常がこう遠距離だったりこう近距離で撃てて、でこうスタイルを貯めていくことによってウルトが当てるんですけども、ウルトがこう全範囲攻撃になりますので、カタリナみたいにドゥルルルルって回って、まあ、敵をもう一掃するみたいなこともできるキャラクターになってますと。でまあパッシブとかスキルの説明は、まあ一旦読んでもらってまた解説しようと思うんですけれども、相性のいいサポート説明しておきます。ノーチラスです。ノーチラスがなぜ相性がいいかというとですね、サミーラのパッシブスキルである、このデアデビルインパルスですね。これ、移動不能効果を、敵がノックアップされていた場合、最低でも 0.5 秒間ノックアップ状態を維持するというところで、ノックアップ時間を延長できるんですね。なんで、ノックアップ系、ノーチラスだったり、アリスターですね。で、ノーチラスだと、1スキルとウルトにもあるので、結構使いやすい。でノーチャス自体もダメージが結構出るキャラクターになりますので、連戦からどんどんキルが取れるというところでノーチャスが一番サポートとしてはおすすめかなと思います。でこのサミーラなんですけれども、このデアデビルインパルスっていうところで、スタイルっていうのがあるんですね。でスタイルが全合計6段階あって、でこのスタイルっていうのが、読んで字のごとくですね、連続でダメージを与えるたびにスタイルが E から S まで合計6種と。で、このスタイルを上げるには、まあ通常だと1個上がりますと。で、もう1回上がっても上がんないんですね。で、違うスキルを、挟む必要があります。こういう風に。で、こうやって6個貯めると、ウルトが起動できるようになるキャラクターなんですけれども、これって、最速コンボとか、いろんなコンボがありまして、そこについて見ていただければな、と思っております。では、まず、最速コンボから見ていきたいと思います。まず、言葉にしますね。通常2スキル、3スキル、1スキル、2スキルの2段目、通常ウルトになります。で2スキルにはこう2回判定があるんですね。でこの2回の判定を生かしたコンボになります。それでは早速やっていきたいと思います。コンボとしましては、通常2スキル1段目、3スキル、1スキル、2スキル2段目、通常ウルトとなります。いきまーす。これになります。で先ほど説明した、最速コンボなんですけども、意外と使用用途が限られてまして、結構敵に近くないといけないんですね、これぐらいの距離。なんで、ブッシュからとか、フラッシュインとかが込みのコンボって考えてもらえると分かりやすくて、もうフラッシュインして、こうやってやるみたいなコンボになってまして、まあ結構ミスも多いんですね。まあなんかこう、なんだろう。お前が敵に近づきすぎて、こう、ウルトないみたいな。まあ、ミスしちゃうことが多いんで、結構確実に当てられるコンボ、一番使いやすいコンボについて説明。でさっきの状態ってスタイルが0からスタート出たと思うんですけども、スタイルって別にまあ通常とかこう1スキル使うことで遠距離から結構貯めれるんですよ。こういう風にこれ貯めれて、なんでまあ理想的にはもうこれでもうこれが一番理想的、一番分かりやすい使い方で、まあこれだとさすがに遅いと。やっぱこう集団戦ってこう生き物だと思うんで、こう水のように動いていくんで、まあ割とこう何個スタックが溜まってるかによってコンボを変えてもらえると。でゼロから本当に最速でコンボ入れないといけないとかだったらさっきのでいいんですけど、まあ通常と1スキル入れれてますって状態だと2312から入って31通常売ると、これ一番使いやすいです。これだと自分がブリンクするタイミングだから、スレッシュがこのタイミングでフックしてきたら、じゃあ2スキル落としつつこうウルト打つみたいな、結構使いやすいです。これは本当使いやすいですと。で3個溜まってる場合ですね、で3個溜まってる場合もまあ一緒で、これはより早く打てます。通常挟む必要がないので、まあ、なんですけど3個溜まってる場合はその2を敵の飛翔物がない場合は残しておくことを おすすめしますと。でなんでかっていうと、まあまあ31通常でウルト打てるんですけど、3個あればこれ2スキル残しておくとまたすぐコンボまでつなげれるんですね。もしこれでじゃあ敵倒せましたってなったら3スキルがアップするんで、またじゃあこれで最速、今度は最速コンボ入れたろうっつって、最速コンボミスりましたけど、っていうこともできますと。で、2スキルが本当にこう強いスキル、相手の飛翔物を落とすとかいうもうチートスキルなんで、2スキルは残せるなら残す。
で最速コンボに入れるなら入れるとか、そういった用途の使い分けをしていただければなと思います。でサミラを一番使う上で大事なことっていうのが、相手の CC がちゃんと落ちてるかっていうのを確認することなんですね。やっぱこうメインダメージソースっていうのがウルトにあるキャラクターですので、ウルトは長く回りたいと、まあ、カタリナと一緒ですね。相手のなんか相手がピンピンしてるのにウルト打ったら、まあそれ止められるし倒されるっていうことなんで、相手の CC こう分かりやすい、まあスレッシュとかが3スキルを落としたら入るとか、アリスターがノックアップしたら入るとか、そういう風にちゃんと相手の CC を見てから入ることが大事になってますので、コンボプラス、相手の CC が落ちたかを見るっていうのを、念頭に入れてサミラ使ってみてください。それでは実践動画の方見ていきましょう。皆さんこんばんは、ビビロエルです。編集中のビビロエルになります。私サミラの方のプレイ動画を、動画として撮りたかったんですけれども、音が取れません。サミラのプレイ動画は皆さん撮れませんでした。もう1時間半以上やってます、ノーマルのミッド。僕はもう飽きました、ミッドのやるのが。ランク配信等々で、皆さんよければ、見に来てください。それでは良いサミラライフを、そしてありがとうみんな。